して。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリング、こちらを、やっていきたいと思います。今回はですね、前回に続きまして、新日本プロレス、6.9、ドミニオン、大阪城ホール大会、こちらメインイベント、IWGP、選手権試合、ですね、チャンピオン岡田和親すいません岡田和親対ケニーオメガ、こちらをやってみたいと思います。そして、岡田ですね。岡田ですね、前に新人レスラーの岡と、やっている動画もありますので、よろしければそちらを見てください。なんか何回か岡田ってね、一応勝ち続けてるし、棚橋の IWGP 連続記録を超えたんで、本当は強く作らなければいけないんですけど、まあ、レスラー作ってるの人たちって結構岡田のパラメータ設定とか難しいんじゃないかなと思います。ですね、会場レフェリーは同じですね、レッドシューズ運の。ルール見てみましょう。ルールはですね、もちろん3カウントありの、60分一本勝負。まあ特に木をてらったところはないですね。特にそんな発表は、新日本プロレス側されてないと思うんで。通常のまま行きたいと思います。おっと、オプションでですね、ちょっとですね、前回歓声が大きい反面、スインはこれでいいや。試合の BGM がちょっと少なかったんで、入場シーンはオンにしましょう。これでいいや。解像度を設定できるんだけど、まあこれでいいや。キャッシュ設定ってなんだろう、よくわからないけど、オフラインプレイでワインナイトマッチ。ちょっと技を見てみましょうね。あ、そうですね。そのあたりですよね。ファイヤーマンズキャリーバスター。抱えて落とす技かな。で、ツームストーン。コブラホールド。関節技はコブラホールドということで、オメガが、おっと、ごめんなさい。オメガじゃない。オメガじゃないな。ワンワイ、ウィングドデッド、エンジェル、何だったっけ、片翼の天使か。あと2段、膝蹴り、トペコンヒーロー、リバースフランケンシュタイナー、振り向き2段膝蹴りということで、2段膝蹴りって、まあ武藤のあれかな、シャイニングウィザードみたいなもんかな。まあ見てみればわかるでしょう。
とりあえず片よ、岡田はレインメーカーで、ケニーオメガは片翼の、片翼の天使が必殺技になります。まあ、最もこのゲームですね、必殺技で簡単に決まらないことが多いん で唐突な終わり方をしたりするんで、 KO とかレフリーストップとか何とも言えないんですが、きれいに、決まってくれるといいですね。セミファイナルの内藤ジェリコ戦は 100% の、 試合評価だったんで、こちらもいいとこ行ってみたいですね。さあ、試合開始です。さあ、入場シーンからです。ただですね、チャンピオンの岡田からなぜか入場。入場順を変えたりできるんだろうかな。さあさあ、一方挑戦者ケニーオメガです。ザ・クリーナーケニーオメガ、試合開始です。いや、 BGM 聞こえますね、かすかに。さあ、ここは深追いしない。おっと、これは場外出なかった。岡田のこうやった顔。さあ、顔面締め。テクドープキックですね、やっぱり蹴りました。足が長いんでね、岡田。さあ、岡田がと何だったんだ今の。さあ、ストッピングをかし上げてキャメルクラッチ。さあ、場外、ここはワーナーズ追わずに戻ってきました。まだ3分なんでね。おっと、潰した。よく止めとん。さあ、上げない。逆に上げ返して場外。ちょっとダメージこれ大きいんじゃないか。岡田も場外出てきましたよ。おっと、岡田クレバーですね、ここまでは。さあ、ボディースラムで泣いて、おっと、その場飛び。オメガやりますね。おっと、フランクトーって遊び潰した。これで決着ついたりして、何度もこのパターンで、ね、さあ、フライングメイヤーから、それはちょっと岡田の方がちょっと余裕ありますね、序盤は。さあ、肩逆 AB 型。岡田の方が有利に見えます。技を返す頻度が高いですからね。後ろからだ。後ろからエルボーはこれきついぞ。岡田が風いて玉に取っている感じはあります。貫禄ありますね、この試合の岡田。大きくなったなっていう感じがする。試合作ってます、岡田の方が。後ろから蹴った。
さあ逆水平を打って、おお、ブロックバスターみたいな感じかな。さあちょっと、おっと、回し蹴りが決まった。そう、バックの取り合いから、これは綺麗なジャーマン、浮き山意識ジャーマンです。おっと早くも 2.9、 おっと取り返した。なんかオメガもこれっていった技はないですね。3発行きなんで、あの畳みかけたいとこなんですが、3発行き終わって岡田に逆襲される。さあ岡田、これトップロープからダイミングエルボー、お、そうだと決まりました。さあまた岡田トップロープです。またもダイミングエルボー決まりました。とレッドインクかな、これ。今 SDO ですね、 STF か、 STO は小川だ。さあフランキャーとまただ、はい、このパターンでなんか試合決まりそうな気がして嫌な予感がするな。おっとレインメーカー不発。おっとしますが、さあおっと岡田ちょっと疲れてるぞ。とおっとロープ、トップロープ投げて、おっと今の何だったんだろう。岡田が先起き上がりました。張り手を打ちましたが、さあこれはうまくカットして、さあトップロープに上げまして、さあ上上げしたいな、これは決まった。盛り上がってます観客。さあどうするんだ、おっと片横の選手か、決まったか、おっと 2.9 フレームバスターだ。おっともう1回だ、これ決められるとやばい、的追い決まっちゃったよ。あー決まった。オメガの勝利、ベルト移動です。岡田どうしだったの、後半よあんまり良いとこなかったですよね。まあレインメーカーが止められちゃって、でもまあ片役の天使2回出しましたしね、ケニーオメガ。オメガが終盤すごい畳みかけをして、逆転勝利となりました。まあ実際のドミニオンどうなるんでしょうね。ずっと岡田時代がここ続いてますけど、オメガがそのこの試合といいますか、この今流している動画の結果上と同じようにオメガが岡田を止められるのかどうか、 6.9 大阪城ホールドミニ新日本プロレスドミニオン楽しみにしたいと思います。はい、以上ですね。ですね、ファイアープロレスリングワールド、岡田和親対、ケニーオメガお送りいたしました。はい、いつも通りになりますが、チャンネル登録高評価、またですね、動画の SNS など流していただければ嬉しく思います。
ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。また、この動画の最後に、関連動画プレイリスト、流します。はい、そちらもよろしければ見ていただき、お時間ありましたらアクセスしていただければ嬉しく思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございます。